はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマサカ2リメイクリベンジオブザセブン、続きをやっていきます。ゴブリンが攻め込んできたところですね。で、勝手に出陣しちゃったんで4人で来てます。戻ろうとすると戻れないんですよね。てかもう城内の中入れない感じで柵が下ろされてるし、なので、まあ、とりあえず4人で行きたいと思うんですけれども、戦闘陣形は別に4人陣形とかないよね。フリーファイトしかない。で、装備どうなってるんだ。あ、レオンの剣普通にこのまま持ってけんのか。レオンの剣とロブオーメン、まあ、とはいえレオンの剣はちょっと使わないんで、ジェラール的には外しておこう。どうやって外すのこれ。装備外すか。腕ってなんかある。ナックルカバーで、鉄の剣をこれレオンの剣にしておこう。まあこんなもんでいいかな。とりあえず討伐しよう。結構いろんなとこにいるな。いや、先手取って、先手を取るぞ。力の継承について、なのでライトボールで全体攻撃からのちょっとデタラメはどんどん使っていこう。まあ、ゴブリンイベントが終わればどうせ回復するでしょ。意外に CP 使うんだよね、デタラメは。まあ、まずはメイン武器で一発ずつになる。 PP アップで、なんかアイテムとか落っこってたりしないかな。そうもんね、結構隅々まで探索して、こっちあれか、墓地か。全然体験版の時に拾ってなかったアイテムをゲットしたんですよね。素材がねそれなりにあるから、ちょっとまた素材の使い道が分からんけど。傷薬殴れるか。よし。で、鍛冶屋系はねちょっと変わってるっぽいんで、まあ、それ用に使うのかなっていうところっすね。で、やーりー梱包で繋ぐと。で、ここはさすがにちょっと倒してあるので、痛い。ダメージ食らうよな。ファイヤーボールで、やーりーで、で、ここは連携使ってみよう。井戸払い、トンラン。そんなトロフィーもあるか。トンランはなく、そのドットの時にちょっと混乱って見づらくてトンランって呼ばれるようになったみたいな、なんかそんな逸話だった気がする。やられてる。一気に血圧いくぞ。いけ、いくわよ。で、ダメやむと行くぞ。やばいやばい。眠る体勢。一回倒せば両方かわせるのかな。ダブルヒット的なやつ体験もやっていこう。いい戦いだった。96。結構技術点あんな。ミミックが80くらいだったからな。それ考えるとだいぶ多いな。そして宝箱、これってゴブリンイベントの時じゃなくても手に入るのかな。ちょっとゴブリンイベント専用のなんか宝箱とかだったらめっちゃ打ちにされてんな、あいつら。もうちょっと頑張ってくれ、俺は探索したい。ちょっと墓地の方は全然見てないけどね、特になしか。おお、ここあんじゃん。よ、赤鉄の鉱石。まあ行くか。これちなみにイベントか。先手は取れないね。後ろから殴られた。みんな陣形を組め。いや、陣形とかないだろ。あ、痛い。あ、あれ装備してたっけ。傷薬とか補充してねえわ。装備しないと。あ、テレーズって生命の水使えたんだっけ。知らなかった、今さら気づいたわ。テレーズすぐ死んでたかった。
でちょっと数を減らしたいから、まあ、やっぱりそのいや強い弾付きで確実に殺そう。よし、うわっ、いないです。もう一回ライトボールで、あ、キツグスやるな。テレーズのデタラメをもう一回打つか。ありがとう、私に任せて。これ重要だな、デタラメはマジ重要からの2段付きで殺して、ゴブリンは剣で倒す。よしよしよし、もう痛い。生命の水でジラルフだったぜ。70くらいか、回復量やっぱ少ないな。剣できたか。で、コンボでピンクになるけど、回復しよう。そこ私に任せろ。からファイアボール、行くぞ。体験なぎ払いした。コンボ何も覚えねえな。で、まあ、一応初見メイン攻撃は任せてくれ。槍の方がなんかこれあれか、ひらめき度高いってことか。狙った獲物は逃さないな。これ連携で倒せそうだな。井戸払い行きましょう。連携で倒すと止めた。ちょっと技術点増えるっぽいからね。連携フィニッシュ。連れてけないかな。頭を上げろ、ヘクター。俺はジェラール様の力を見くびっていました。勇猛なレオン様の血を継ぎながら、どこか気が弱そうで頼りなく見えるジェラール様を軽んじていた。ああ、分かっている。今さら許しを得ようとは思いません。あんな暴言を吐いたからにはどんな処分でも受ける覚悟です。気にしなくていい。私自身も自分の力に驚いているのだ。私にはやるべきことがある。成し遂げるにはお前の力が必要だ。私に力を貸してくれ。はい、ヘクター、頼りにしているぞ。早速ですが、陛下、石膏の兵が町を襲ったゴブリンの住処を突き止めたようです。西にあるゴブリンの巣窟に出向き、奴らを討伐しますか。あるいは総門に行き、クジンシーを討ち取りますか。これはまあ別に普通にどっちもいいんだけど、ゴブリンの穴行きましょう。総門攻略の前に後方の安全を確保する。宮殿の1階に向かう。ちょっと待って、あ、まだ4人のままだよね。まあちょっと1階に行きますか。仲間が選べるかな。ジェラール様、アンドロマケちゃんもいるじゃん。ゴブリン討滅おめでとうございます。いつぞやの武王脇前の無礼な言葉、申し訳ありませんでした。陛下の勇士レオン陛下もビクトール様もさぞお喜びになっていることでしょう。私にはやるべきことがある。成し遂げるにはお前の力が必要だ。私に力を貸してくれ、アンドロマケ。もちろんです。頼りにしているぞ。パーティー編成、酒場でパーティーの編成が可能になりました。今まで仲間にから、したクラスを自由に入れ替えることができます。あ、そこでできんだ。仲間にしたって、仲間にしてないクラスはわざわざ話しかけに行かなきゃいけないのかな。だってフリーファイターとかって仲間にしたことはないもんね。ヘクターがいる、まあ、一応ちょっと酒場に行ってみますか。ご用命を承ります。あ、ここね。ライザとか普通にいるじゃん、ヘンリー。
アリエスもいるじゃん。アリエスを入れたいっちゃ入れたいんだよな。まあ、ちょっとムーブ的には、まあ、スーファミ時代のムーブをなぞっていくような感じでどう対処できるか対応できるかっていうのもちょっと見たいからな。アリエスちょっと入れます。まあ、ちょっと王道的なムーブなんで、まあ、結局そうなるのって思われちゃったらそうなんすけど。でじゃあ戦闘実験決めていこう。インペリアルクロスで、アリエスとテレーズの場所を変えると、これで OK。 ちょっと装備も確認していきますが、大盾星屑フェイス、まあ、ここら辺は OK だな。で傷薬もう全然ねえんだけど使いすぎてんな。まあ、でもちょっと持っとくのは持っとこう。高級傷薬もあるから自動補充、まあなんかちょっともったいないな。でスウェットスーツ、ラビットフットで、ジェームズは結局体験と槍使ってるから盾はいらないんだよな。で弓、フルーレ使った時に盾発動しそうだけど盾の余りがないからな。道具、こいつ癒しの水が持ってるからまあいっか。でアリエスも指揮者のローブ、これあれなんだ、別に普通に装備変えられる。固定装備はないのかな今回。足爪当ては1個あるか。行動速度が下がるけどまあしょうがないよね。魔力上がるやつが欲しいんだよな。あ上がるね。クリスナイフ、ソーモンの指輪はちょっとベアにするか。戦闘行くから耐性を上げておこう。あキャットのお守りか。こいつちょっとあんまり眠ったりすると回復役だからな。キャットのお守りどうしようかなと思ったけど、じゃあこいつにラピッドフット装備させるか。キャットのお守りはそのまんまだな。うん、これでいいでしょう。えいよっ。というわけでゴブリンの穴行きましょう。まあ、本来ちょっと城下町で装備とか見てもよかったのかもしれないけど、ゴブリンの穴なんかめっちゃゴブリンの銅像みたいなの。だってあれゴブリンが作ったのかな下級ゴブリンに作らせたのかな。ただ探索はしていきたいよね。宝箱とかは回収したいから。あと落ちてる素材か。カエルが出てきたな。ちょっとなんで退却、あ違う退却は L2 か。デタラメアはさすがにちょっともったいない。もうカエルの王様出てんの。カエルの王様結構強かった気がするんだよな。私に任せたことないか。別に一回ライトボール、まあ、自覚レベル上げていきたいよね。で体験も使って、あ、ウォーターガンあるじゃん。これは帰りに効かなそう。そう結局さ、水の術の経験値上げようとするとさ回復魔法しかなかったからさ。でもこれ攻撃に参加できるっていうのはいいな。よし、ただちょっとジェームズ回復したいけど、いやウィンドカタルで証券攻撃で悲観な私の番だな、はい、あれさっきどっち使ったっけ、殴ったっけ私になんか忘れちゃったよ。でやること多いな、ジェラールは皇帝だからちょっとあげたいものがいっぱいある。我ら帝国は決して屈しない。剣レベルも後々のために上げていきたいからね。めっちゃレベル上がってんだけど。で赤鉄の、あ違う、赤鉄の鉱石、あそこにゴブリンが見えんの。宝箱は回収したいよね。で次に矢先剣、私に任せろ。ライトボール、まあ水風でいこう。我慢比べなら負けんぞ。ここは慎重にいこう。で早く
よし、先に進もう。術種ゲット。カエルのケツ取れそうだ。ちょっと後ろ見たときにダッシュしていこう。気づかれた。全然、まあ、ダッシュ中だから。あ、でも大丈夫だ。行くわよ。30か、やっぱそれなりに食らうな。ベアでもいや、痛い。止めた。カズを照らしていきたい。よし、踏みのかった。任せてくれ。からの、やり我慢比べなら負けんぞ。ぶん殴り証言素早さ。効かんな。まあ、単性だからそこまでね、素早さも重要なわけではないんだけど、ドルターガンの方が蹴りは少ない。私に任せて。弓の1個強いの欲しいな。弓の1個強いの欲しいな。持ってた気がするんだけど、まあここまで一緒かって言われるとちょっとわからない。連携しよう。倒せるかな。ダメージ2倍なんだ。そんなに強くなった。でも割と連携どんどん使っていってもいい気がするな。まあ、2連携だったらたまんのが結構早そうな。いけた。殴れる。チャンスよ。よし、出た目は1回打っちゃおう。ボスの前に多分やられたポイントはあると思うんだよね。決まった。いいね。ただ実は使っておきたい。こんなで剣にあって大変。マジでちょっと暗いすぎるよな。これでよし。効かんな。まあベアでだってまあ30食らうんだからしょうがないはしょうがないか。やり。ぶん殴り。よし。さあ進もうか。てかメイス装備してたけどさ、あのうちのこの子メイスの攻撃力が8。石21。あれちょっと待って、これレベルが違うからか。武器そのものの攻撃力が見たいんだけどな。持ち物とかで見れるかな。でメイスが7、石の土が15。ってか石の土なんで2つ持ってた。どこで手に入れたんだか分かんない。1個は宝箱で手に入れた。でもう1個どこで手に入れたのかよく分からん。金。あ、そう、金もね、今回もうこのまま全部見れるんでね。今144万円。金の使い道今のところ分かんないな。開発ができるわけじゃないからね。最初から開発ができないっていうのはまあ難易度調整的なところもあるのかな。まあ、2段階目というか、なんていうの、その1段階目を0段階目にするのか、ちょっと表現がなんかあれなんだけど、まあ、1段階ね、改造しちゃえば、開発しちゃえば結構強いのができちゃうから、まあ、最初からそれはなしにしてんのか分かんないけど、ぶん殴る。先手を取るぞ。ライトボール。まあ、殴りよりは大罪の系は任せてくれ。霧だよな。よし、私に任せて。で、ヒアとかがファイアボール。いや、武器の減りが早いな。術種って変えるのか。ちょっと魔術師の人たちは結構 BP の消費が激しいな。もう毎回攻撃するために使ってるようなもんだからね、 BP を。モンスターよ、構えて。また攻撃と普通の殴りは相当は慎重に使わないからね。3も使うからな。まあ、全体攻撃だからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、ここは私が。まあ、強いな。このターガンは強い。あの弱点つけば全然ダメージ、だって槍より出てるもん、ダメージが。そうだね、今の一番出てる。まあ、うるかったら出やすいけど。良い戦いでした。レベルの上がりも悪くはない。スイッチみたいなのはなくなってるのかな。このカチャってやるやつ。すっげえ。先手取れなかった。どうしよう。ちょっと一回デタラメしよう。デタラメも今回命中率高い気がする。で、数を減らすためにちょっとウィークこんな。
ゴブリン自体は結構攻撃に弱い。よし、カーバンで、ここは慎重に行こう。ファイアーボールで行くぞ。体験、いい戦いだった。お、ひらめき。これからも帝国のために。元気の水、まあまあまあ、下級魔術師、とりあえずひらめくことが下級魔術師の条件。これマップどうなってんだ、これ引っかかってんだ。切ろう、ダメだ、探知している。あ、これでも、ちょっと待って待って待って、後ろ取れると思ったら取れなかった。行くぞ。いや、もうだってビビ4しかないよ。あ、カエルのためにウォーターガンは効かないけど、ダメージでもそれなりに通るみたいです。え、てかヒットポイント高。コンボで何かちょっと、ファイヤーボールが2回打てる。いいぞ、私の番だ。ちょっとやっていこう。行くわよ。もう一回デタラメやろう。で、ウィンドカッター。覚悟はできたか。剣で切る。召喚です。ここは私が。どうしよう、殴る。キュー、弱い。で、召喚で出た。行くぞ。我慢比べたら弱点つけこう。殴る。いいね。さあ、進もうか。90。で、宝箱回収して、高級傷薬3つ。えい、よ。まあ、傷薬もな、貴重っちゃ貴重だけど、まあ、やっぱり今んとこ装備品が欲しいような。気づかれるか。気づかれた。よし、行くぞ。もう2しかないから、ファイアボール2つ打って、ウォーターが、デタラメルと、デタラメルはマジいいわ。悲観な、重宝する。やったか、止めた。早いね、デタラメが決まってるから。デタラメってか普通に外してないからね、今のところ。その分ちょっと BP の消費も激しいんだよな。術種が8個か。多分これでもジェラール使って、テレズもな、1回使っときたいよな。こっちの宝箱、うわー、出てきたモンスターよ。構えて。まあ、さすがに今お、カゲ類。まあ、耐性とかマジで使い、悲しすぎの一手は。これだ、116とか普通に強い。ちょっと切っておこう。で、ファイヤー、これ暗闇になった？分かったぞ。リフレクトかな。そうか、そうだよね。まあ、そうだと思ったよ。で、初見。トミーとかだ。我慢比べたら負けず。腹のぶん殴り。止めた。帝国に勝利。ぶん殴りもあれかな、コンボ。なんかディフレクト的なブロックかな。ダート。あれダートなんだ。まあ、それはもう全く一緒ってわけじゃないけど、そう、ゴブリンの洞窟は弓があったんだよね。13から22、めちゃくちゃ強くなるじゃん。攻撃力7から獣人が作った狩りに使う弓12、強い。そう、まあ、これが欲しかったっちゃ欲しかったよね。ゴブリンの洞窟に来た理由の一つでもある。これデタラメ屋の火力が上がってるってことでしょ、単純に。私に任せて。ちょっと使っちゃおう。いけ、強ー、マジで強い。ここは私の。だから分かった。覚悟はできたか。なる。あ、いつの間にかそういえば溜まってんな。倒そう。活路を開く。よし。我らの帝国は決して屈しない。BP 使ってんのかな、やっぱり。あ、後ろ取れんな、これ。先手を取るぞ。ここは私。ただボス戦が始まった時には。
ステルできなかった。一回オーバードライブゲージが溜まってる状態になっててもらいたいな。そこから一回オーバードライブを初っ端で打って戦闘中で溜めるっていう、これが理想だな。見といてください。朝の結構なんか長いな。こっち寝てたのか、全然気づかなかったもん。一気に血圧いくよ、行くぞ。よし、じゃあこれ狙った獲物は逃さないわ。デタラメアは出ません。どうだ、めっちゃ超クラフ。2発食らったら終わりだ。私に任せて。やったわ。そんなに防御力違う。危ない。怖い。だいぶ食らわない位置にはいるけどね。そりゃいつかは狙ってくれるっていう感じでしょ。父上、兄さん、見ていてください。あいつ浮いてんな。気づかれるか。気づかれない。まあ、いやちょっと手出しできねえし。みんな陣形を。いっぱいいる。ファイナルストライク使って。ファイナルストライクでも使っておきたいよ。こんな。結局使わず終わっちゃうからな。痛いです。マジで痛いです。やった。次の一手は。どうする、生命の水使うか。いやでもウォーターが強いかな。よし、ほら私の番だな。ハリーしとくのありだな、この人数だったら。でも一回ゴブリンの攻撃が来て、でそこから味方がどんどん連続でいけるから片付けよう。これで弓着でもマジでいい。よかったね。結露っていうか、よし、経験値ため。我ら帝国は決して屈しない。120上あるな。えいよ、でさ、今の状況でちょっと術師は使いたくないね。なんかもう近そうだからな。とはいえデタラメやなしでこの先もうちょっとあるか。やっぱテレーズのデタラメはマジ強い。25回復するから5回分なんだよね。よし、行くぞ。ナイトボール、まあまあまあちょい減らしてのこれで、もう使いもなしでありえそう。やったか。ここでちょっとデタラメはもったいないよな。こんな遅いな。コンボで殴って、ジェラールももうつくしかないわ。こんな次のヘビみたいなやつがいたんだったら、デタラメは使ってもよかったか。ここは私も攻撃していくしかない。行くわよ。そして連携挑まない。これ糸ブレイクを打って強い。相掛けマジで強い。減ってるかどうかだよね、あの BP が。ちょっと見よう、普通に見よう。 BP29、 あ減ってないわ。スイッチシステムはさすがなくなったか。カチャってやるやつ。じゃあ連携はもう止まったらガンガンやらなくていい気がするな。私に任せて。ちょっと出た目をと特に3体は強いかな。これアリエスがちょっと攻撃に転じらんないからやりたい。そう、甘いな。我慢比べなら負けんぞ。剣舞、私の番だ。やっていきましょう。よっ、打ってんな。行くぞ。からの、まあ、ちょっと対戦剣舞、私の番だな。コンボ狙った獲物は逃さない。やった。負けるわけにはいかないのよ。でアイテム霊種貴重だ、まあ、どんだけアイテムが手に入るかだよな。ポン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 。あと帝国の倉庫ってあったんだっけ。あそこに回復ポイントがあるけど、ちょっと探索はしていきたいよね。罠怖い。
ちょっと今撃てたな、撃てたけど、みんな反応できなかった。陣形を組め。そこだ、任せてくれ。次の一手は、コンボはもう絶対効かないから、ちょっとダメージをかけるため、デタラメやで、倒して、殴るよりは、ちょっといいよね、スライムだから。行くぞ、大丈夫。あ、やり使ったけよかった。いい戦いだった。混合石。使う場面がマジでわからん。で、ちょっと待って、ここの曇りみたいなところ入ってる。野獣の爪。ボスでいいかな。全回復してのセーブしよう。ではボス戦。ゴブリンキングだっけ。見た感じいっぱいいるけど、陣形を組め。まずはライトボスやる。で、そっから数は減らしたいよね。わかったぞ。峰打ちか。そっか、あったら峰打ちだったら、まあ相手も麻痺したんだったらほっとくのはありだな。甘いな。いて。で、ちょっとアリエスは回復役に回るか。ベアを感じさせよう、生命の身をかる。からの、なぎ払いからなんか覚えられる。まあ十文字芸とか十字芸とかそこら辺か。ひらめき率が高そうなのに私に任せろ。ファイヤーボール。あ、スタンしたか。ちょっと大丈夫ですか。アリエスの回復からちょっとデタラメはもうガンガン打ってこう。任せてくれ。まだある。ちょっと待って、あのだから麻痺してるやつはほっときたいんだってば。感電症一定確率で麻痺。ちょっとやってみよう。槍攻撃で、で、デタラメは投げ払い、やばい、うちのテレーズに手を出すな。どうぞこれを。打たれ弱いんだ。私のボンだな。で、コンボで、まあ、ここはちょっと一回コンボに。お、贈呈割りか。止めた。で、まあ、ちょっと証券は覚えるのがないから、まあ、完全勝で火力を出していこう。弓攻撃も一応覚えられるのは覚えられないけど、一回剣でつついとこう。で、槍はもう OK。 体験なんか覚えろ。強撃かあるとすれば。で、ウィンドカッターもちょっと使いとく。こんな二段切り、ちょっとヤバくなってきた。泣き払い、どれ私の番だ。で、順番的にはテレーズが先に来るから、私に任せて。回復させよう。これで頑張って。ありがとう。ウォーターガンは弱点じゃないから難かったでいくか。うお、短冊切りなんて使ってくんの、超減ってんだけど。私の番だ。で、完全もまだいい。まあ、巻きらないよね。さすがに巻きらないよ。まだ枯れる。助かる。ただまじゅさっきマイナスだな。ちょっと生命の身ダブルで勝つ。大丈夫ですか。ありがとう。最大に保っておこう。ファイナルストライク。うわ、割れた割れた。ただ耐えた。そしていけるな。どうだ、私に任せろ。感染症狙った獲物は逃さないよ。生命でこれで頑張って。やってるやつを回復して。お前黒部なら負けんぞ。次の一手は OK。 で、テレーズどうぞこれを。やばい、行くぞ。よし、覚えた。強撃だ。ほら強いからの、ちょっと自分を回復させよう。ここは慎重に行こう。で、まだ行ける完成。で、生命でジェラート。まだ枯れる。助かる。私の番だ。
さあさあさあ、ってことはあと槍がまだなんか覚えそうだから、槍を使ってみた。パンチ痛いです。パンチも十分痛いです。なんとバッと痛い。ひどい。これで頑張って助かる。ただもう連携で倒せそうだな。切り込むぞ。どうだ、全然ダメージ当たるわ。ちょっと連携の使いどころがまだ慣れてないな。もっかいなさっていうのとどうしてもこうはめちゃうな。1レベルめちゃくちゃアップしてんだけど。ゴブリンソードって言えた。これも確定かな。これからも帝国のために。エアスクリーン、まあ、防御アップだよね。キングを討伐し帝都の安全を確保した。ゴブリンソードもファイナルストライクがあると思うから攻撃力は多分そんな高くないんじゃないかな。一旦持ち物で見よう。見やすくなってるからな、だいぶ。ゴブリンソード14、鉄の剣8、全然強い。レオンの剣よりちょっと弱いくらいだ。ファイナルストライク、でもさ、武器って2つしか装備できないからね。なんか3つ欲しかったよな。ゴブリンソードやっとく。ファイナルストライク表に。よし、これ運が要塞で使っちゃおう。ゴブリンソードファイナルストライク、あそこ敵強かったもんな。まあ、どう調整されてるかは分かんないけど。じゃあ少し街中を見たい気もするんだけど、いるだけ見に行くか。ご用件は何でしょう。商品はこちらでございます。あ、一応傷薬とか全然補充できない。竹な、結界石も売ってんじゃん。あ、在庫がある。10万。ちょっと高えな。今物価高騰してるからな。まさかこんなところまで物価高騰が響いてくるとは。他に何かご用件は。またお越しくださいませ。ご用件は何でしょうか。商品はこちらでございます。剣体験メイス盾。あ、レザーガードあるのか。完全防御だからね、ガーダーだから。まあこんなもんか。鎧は結局鎧しか売ってないんだ。ローブとかそういう系は売ってないね。レザーガード今どうなってんだっけ。またお越しくださいませ。レオンが元々盾装備してなかったからな。でも大盾か。大盾ってこれ盾いらない。レザーガード、まあ、メイス使うときにしか多分発動しないからね。術は両手扱いのはずだから。腕かなんかあるない。余ってるところはこいつの腕だけか。買った方がいいかな。買ってあげるか。ご用件商品はこちらでございます。高いもんじゃなかったっしょ。なんかはありがとうございます。またお越しくださいませ。1個しかないって大丈夫かこの店。よし、 OK。 じゃあこっから総門行きますか。九神市討伐。だいぶ強くなったけどね、俺たちも。ジェラール様、モンスターは我々の手で抑えます。今のうちに館へ。そうなんだ。分かった、そちらは任せる。待っていろ、クジン氏。割とスキップできるのかな。戦える？戦えない。兵士もゴブリン一体一体で手一杯なんだな。こいつ何してんだ。あ、援護射撃弓の。あー、いたー。何やねん、聞いてねえよ。回復あるかな。デタラメあるか。あの回復ポイントって使ってんのかな。ファイナルストライクはまあいいな。それは使わないよまだ。こんなゴブリン意外に強いか。決まった。ああ、薙払いからの来れ技覚えたいな。これはあれかな、やっぱりその自分の武器レベルが上がっていくと比べけるっていう。だってもともとなかったもんね、初見攻撃。覚悟はできたか。とはいえここで殴りたい。
強い、死ぬ。ゴブリンソードだよね、今も出た。やった、ほら、よし、自らのソードで、ね、消えるがよい。石の土手に入れた。あ、こいつが持ってるのかな。どっからやられたんだ、あのゴブリン。あ、ちょっといるな、点在してんな。こいつだってそうでしょ、点になってるもん。気づかれていない。おお、レイは立っておく。でたらめや。そこ。からのライトボール。いや、全体攻撃貴重だよな。よし、よし。ダメージ44食らうからね。からのファイヤーボールで。狙った獲物は逃さないよ。帝国に勝利。覚えた。俺が新しい力か。結構セルフバーニングの子だし。縦にガードして殴って。あいつ名刺使いだ。さっさと終わらせましょう。敵は2体。ここから慎重に行こう。セルフバーニングあくまでもセルフだもんな。人にかけられたっけ。人にかけられたって、ベアにかけてるのはあるでな、ダブルヒットになってるね、こうやって。ちょっと待って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 、できなかったってことか、やっぱり。攻撃6も使うんだ。ちょっと BP の消費やたら激しいな。よし、ウィンドカッターも。よし、立ち止まっている暇はありません。まだ 10% プラス状態だからね。回復ポイントはあるな。回復しよう、ちゃんと。まあ、これを見越せればね、BP の使いどころも分かるんで、一応セーブはしていこう。で、入って。さあ、ここが、あいつがいると思ったら、こいつ、マジ一人で相手してんの？ちょ、ま、大丈夫か？なんかイベント始まったんだけど。普通に兵士が苦戦している。準備を整え、加勢しよう。これはだって無理だろ、あいつ一人だろ。覚えられそうなのはやりライトボールは受けた。これだから効くでしょ。でデタラメ屋がどうなんだろうな。ちょっと効かなそうな感じはするけど、まあまあそこそこ通るか。我慢比べなら負けん。絶対殴ったわ。いいよね。止めた。こんな痛い。やばい。たまたま1残っただけか。なんか覚えろ。狙った獲物は逃さないわ。さすがに回復しよう。まだ枯れる。ありがとう。80。こんな次の一手は。よかった。ボンダーソン死んだ。二段切り。よっ、行くぞ。せっ。で、生命のペアを蘇らせる。大丈夫ですか？助かる。やっぱ回復量全然違うな。まあ、弓で行く。ちょっと遠く。うわー、やばい。刺激じゃねえかよ。ファイヤーボール。だってこいつが強いんだよ、そもそも。回復薬を蘇らせる。こんなのからのこいつパリしよう。重要パリ。勝負だ。足はないか。スタンしよう。よし、とりあえずスタンをした。からのどうする。ちょっとライトボールで暗闇先生があるかどうか見てなかったかな。まだやりなんか覚えるな。あんまり使ってないからね。どうぞこれを。すまない。テレーズもちょっと回復回そう。ちょっとアリエスが見る不安。一発で死ぬかもしれないけど。はい。よし。おお。大丈夫ですか？だいぶ効いてるな、テレーズ。この二人で攻撃しつつ、痛いです。ペアはパーリーで、一回ずつ死んで。どうぞこれを。私の番だ。で、ファイアボールで。や
アニメなんかも覚えさせるっていうよりは、こうだと無理か、さすがに無理か、フェイト攻撃もしていかないとな。じゃあもう強撃で行こう。行くわよ。待って、ジラルが減ってっか。これで頑張って。ありがとう。こんなで、ちょっとペアだな。大丈夫ですか。助かる。で、連携かけちゃう。2段ブレイク、いいや、1回やろう。続け、とどめよ。あっちよからのパーリーで任せてくれ。強撃もいっちゃって、無駄です。よし、ガードすげえどうあれ、ガードした。ありがとう。術ってどうなの。ジェラル減ってくる。ジェラル回復させる。助かる。マジ長期戦だなこれ。ファイアボール。これはさすがに、あ、でもエアスクリーンありだな。ペア、あ、ちょっと待って、テレビとかにやっといた方がよかったか。死んじゃいそうな人にやっといた方がいい。パリでなんとかしてるかと思います。そしたら興奮だ。一発で死んじゃう。やばい、できなかったのがちょっと痛いな。で、これを攻めて、こいつさめちゃくちゃ強いじゃん。あの兵士一人でさよく耐えてたの。俺たちこんな5人でさフルボッコにしてなんとかやってんのに。これで頑張って。ありがとう。無駄です。ガッといいね。やっと倒した。手ごわい相手だ。強かった。いや、あの兵士を仲間にしたい。新しい力ね。まあ、元気の道だよね。そりゃそうだよ。ありがとうございます。陛下の加勢がなければどうなっていたことか。わかるよ、お前よく一人で耐えたよ。むしろこちらの扉の鍵を発見いたしました。クジンシーの前の近道になっています。ここから進めば戦力を温存することができるでしょう。ご分を。いや、でもちょっとパラメーター上げながら行きたいな。あー、ここね。え、どういうこと。え、なんかすげえ、ちょっと待って、一旦これ倒そう。さっさと終わらせましょう。デタラメや。チャンス。いや、こんな私の番だ。ライトボール行くぞ。これはもう普通に打たれてる。よし、ウォーターバード。覚悟はできたか。ハリーはもうさすがにって感じだから。せい、ここは慎重に行こう。で、ファイアボールか。行くわよ。炎っぽいけど。次の一手は。で、決まった決まった。 BP がやばい。立ち止まっている暇はありません。経験点もすごい、100を超えてきた。ん、これどこに行くってこと。全然わかんないな。遭遇したんだけど。サグザ、一体何を隠している。七英雄の記憶。半月ほど前のことです。世界各地より異常な数値を示す海洋気象観測データが多数届けられました。私たちはそれらの数値をもとに改めて大災厄に関する予測演算を行いました。結果算出された仮説は恐るべきものでした。大災厄が恐るべきものであることはすでに歴然としている。人類の滅亡が不可避であるからこそ、そなたら国内外の研究者が英知を結集し他の次元に移り住むための装置の開発を急いでいるのであろう。我らが恐怖したのは大災厄の経過、人類に残された時間です。当初の想定よりも数十倍早く大地は厚い氷に覆われ、空は毒を帯びた灰を降らす。この世界は死の星と化し、生命体のほとんどが最初の10日ほどで命を絶たれます。具体的にどれほどの時が残されている。
悪くすれば半年足らず。今の開発状況からすると次元転移の有効範囲は新市街区域までが限界です。平民は見捨てざるを得ないと。サグザ、今この場でそなたを超術学研究所の新たな開発下に任命する。私が責任を持って評議会の信任を得る。いいえ、私にはそのような大役。ノエルは剣で、自らは学問で王国を守る、そう誓ったそうだな。ノエルは今まさに王国兵団の武人として決死の覚悟でタームと戦っている。そなたの誓いは偽りか。我らには絶望している猶予などない。時間が許す限り前に進む。一歩でも前に、一つでも多くの命を救うために。わかりました。開発所作の任、謹んでお受けいたします。遥か昔に起きたとみられる出来事を断片的に体験できる。全ての記憶を体験することで何か特別なことがあるかもしれません。曲1、これはいいな。だいぶ保管されてるね、物語的にも。で、ちょっと待って、お前まだいんのかよ。食い打ち、国家がちょっと攻めよう。陣形が乱れている。全体攻撃を駆使しつつ、これでよし。やばい、痛いです。アルヒエスは狙わないでくれ。でも今のところこれフリーファイトになってるんだよな。陣形マジでいまいちわかんないよ、どうなってるのか。やばい、おー痛い。テレスっていうかさ、 LP やばくね、これさ、生き残れるか。次の台に倒れんじゃないか。テレーズ LB4 だよ。もう危険区域に行ってる。もう多分上まで行けば大丈夫だよな。いやちょっと今の戦力的にくじいし、どうだろうな。一回移動だけ挑んでみるか。ダメだったら私に任せろ。レベルアップ痛いでしょ。でもすげえ無理感があるんだけど、これでただのウィークやってデタラメ屋で撃たい。ウィンドカッター、ファイアボール。狙った獲物は逃さないわ。いいや、倒しちゃおう。やった、負けるわけにはいかないのよ。これあれか、別に死んでても経験点手に入るんだ。普通に上がってるわ。でここは引きたいわ。いやもう行くわ、そのまんま。ちょっともしかしたらなんか新たなものがあるかもしんないけど、ちょっと一回セーブ、ここでセーブもできるしね。いざ九人氏2戦目。さすがにこっち倒しても年代ジャンプはしないと思うんで。だって黄金のセイントクロスまだまとってないからね。ようやく城を差し出す気になったか。いいだろう、特別にお前を門番に取り立ててやろう。お前を撃つために来た。愚かな親父の惨めな死に様を見てもなお俺に挑むか。だが何度来ようと俺を倒すことはできん。俺の技を見切ることは不可能。なぜなら
受けた者は必ず死ぬのだからな。それほどまでに死にたいか。ならば望みを叶えてやる。親父と兄貴の後を追え。英雄求人誌、さっさと終わらせましょう。そうだな、さっさと終わらせよう。まだ別に剣とかがあるわけじゃないから弓がなんかひらめけそうだな。糸ブレーキ使っていくか、まあ、確かにその通常攻撃でひらめきを狙うか、まあ、ダメージを取っていくか、ここまでなんでもダメージ取っても余裕はない。正直セルフバーニングかけとこう。でエアスクリームもちょっとペアにかけとこう。ありがとう。でジェイムズは強撃だな。6、まあ、じゃあチッといいねいいねいいね。まあまあまあ、でパリーだな。やっぱり私に任せろ。で、あとはちょっと一回連携やるか。二段ガン、ウォーターガンが来る。まあ、私に任せて。よしよしよし。で、糸ブレイクを打ちながらいくか。で、強撃も体験の強い武器が欲しいな。気をつけて。なんかてかあいつなんか狙ってんな。なんだ、ちょっと防御しとくのありかな。モビどれだ、術のところか。凄まじい殺気だ。凄まじい殺気、本当ですか。ただなるの殺気。いや、さっきみんな殺気殺気。生命の水ででも回復したいんだよな。エアスクリーンって何ターンも。こっちパリで。ここは慎重に行こう。でファイヤーボールと証券ってどっちが強いんだ。二段切りですが、まあ、100いかないくらいで、まあ、しまった。テレーズ勝ってくれた。テレーズもな、重要なダメージソースだからな。でちょっと生命の水でテレゾタックを。どうぞこれを。いや、全員に貼るのはありだな。何くらい。よし、ナイス。さすが。剣に勝機を込めた。これはちょっとデタラメでいこう。威力12と14だったら2人にデタラメ。モータが行くか。ちょっと剣を入れずに食ったと。強撃で腕を上げたものだ。だがこの技はかわせない。くらえ、泣き叫べ。な、何かわせるはずがない。そんなことありえぬ。これ一旦消耗してほしいよね。そうですね。ベアどうする。いやベアパンチかかる。で二段切り、よいしょ。オッケー。ただならぬさっきからの生命の水で大丈夫ですか。すまない。で移動ブレイク、かまいたちが来ると多分パリ意味ねえかんな。じゃあ防御してた方がよくね。でチェインズも多分食らう位置にいるから防御しよう。普通ソウルスティルじゃねえかよ。攻撃しとけばよかった。バカな、私の技がかわされただと。
父上の思い、私が受け継いだ。思いだと、そんなもので、たかが人間が七英雄である、この私の技を。お前の負けだ、クジンシー。いや、まあまあ、まだちょっとわからないです。次、クジンシー攻撃ターンが、あの、2ターン目のビッグマークがちょっと、ソウルスティールだったら助かるんで、マジューシスガード。ちょっと一旦生命の水で、ベア回復に入って、まだベアスキル切れてんだ。で、こいつは攻撃していこう。強いポイント。ってことは、ベアはやっぱり、じゃああれだな、大丈夫だな、ハリーするから。ちょ、テレーズが不慮の死を迎えないようにエアスキーを貼っておこう。ハリー死を今日集め始めた。これはこれで、あー、左腕があんのか。邪魔いくか。怪しい動き、気をつけて。連携いけるか。デタラメガン、あ、デタラメガンがいい。で、左腕。私に続いて。セーバー決まった。よし、切った。痛いです。で、今日の、どうする？ちょっとジェラール死にそうだから。私の守り、ありがとう。てかジェラールのセルバシどうなってんだ。マジ で順番的に、ジェームズ、テレーズが来てクジンシーだから、ちょっと一回ジェームズはしっかりしろ。ありがとう。ジェラール回復して、あ、強撃打てなくなってんじゃん。負け打ち1回しか打てねえや。どうしたの。ほらで自分で回復。そうするとアリエス、うわ痛い。次の一手。アリエスはちょっと攻めるミス。どうぞこれを。ありがとう。覚悟はできたか。でパーリー。115最悪なんだけど、地層変えられないかな、ファイアボールで。まあ、一応弱点ではある。ちょっと体験でなったのかもしれないぐらい。あ、46。あ、まあ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 、オッケー。大丈夫ですか。エアスキルが効いてんな。で、そしてテレーズ攻撃に入れればだいぶ違う。150強い。ハリー、また剣に正気か。ちょ、待ってダブルですか。だってライトボールってさ、全体に4が当たるんだよ。50くらい。やっせ。ちょ、これやばいぞ。今だ、普通に殴っちゃったよ。デタラメ屋だってやっときたいよ。で、パリーはちょっと弱点は攻撃とか脳天割とかだけど、どうだ。生命の水、ちょっとジェイムズは生かしておきたい。すまない。からのナイトボールでも全体攻撃だからな、ありだよな。やべ、50だけど。で、生命の水はテレット。大丈夫ですか。ありがとう。で、連携溜まったから使おう。これはもう使う。デタラメ剣いけるか。これどっちだ。クジンシー本体が先に来て、デタラメでなんとかならんかな。いや、待って、剣を絶対探しとこう。あ、行ったか。よし、オッケー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 。終わり。いいよ、何かないと鍛えられる。キリで二段切りか。やっぱりで、デタラメ用にちょっと取っときたいな。糸ブレイク一回打てるか。糸ブレイク一回打って、ここはどうする。攻撃、いや、やっぱちょっとでも回復だな。ジェラール、助かる。Z
全開にしておいて、でパーリーして、でもうダサい、負けし、よしよしよし、パーリー効いたぜ。気をつけろ。スポーツブレイクマジ食ってくんねえかな。で糸ブレイクはもうちょっと怖い。なんか覚えろ。どうする、お互い1回打つか。火力としてどんくらい出るんだ。99、悪くない。そうだよね、そりゃそうなるよな。いやでもヘアはちょっとパーリーだよ。決勝を込めたからの、でそうするともう回復が追いつかないな。ライトボールでダメージ与えて、剣を私に任せて、でデタラメも打つでしょ。負けて、よし。で駆使師本体いけるか。ローターガン102、攻撃に入ろう。ちょっと脳天割り駆使師、ほら OK。 いや強かった。結構ギリ、もう1ターンかかってたら危なかったね。500、いやパリーめちゃくちゃ役だったわ。くそ、この俺がやられるとは。なぜだ、なぜ俺の必殺の技が。今はっきりと分かった。父上は自らの命を犠牲にして私に力を伝承した。父上は私の中で生きて。だがまだ終わりではないぞ。俺は死んだわけではない。パワーを蓄えるために長い眠りにつかねばならんが、俺は戻ってくる。貴様らに必ず復讐してやる。必ずだ。父上、兄上、仇は取りました。だが苦人心のやつ、気になる捨て台詞を残していった。俺は戻ってくるとか。いや、ただの負け惜しみだろう。死んだ者が生き返るはずもないのだからな。これちなみにゴブリンのところで死ぬと皇帝継承できるんだけど、どうなるんだろう。こういうイベントなしで進んでいくのか、まあ、それともジェラールは一旦クジンシー倒すまではやんなきゃいけないのか、ちょっとそこは分かんないな。うちのスーパー兵士はどうした。あいつマジエースだよ。閉じられたと思ったけど、なんか普通に縄文降りてたわ。ジェラール様、戴冠式のお時間です。お、もうゴールドセイントになってるっぽい。から受け継いだ使命を果たすため、我が命今こそアバロンに捧げよう。ソーモンダッシュにより北バレーンの制圧はなり、南バレーンへの進出が可能となった。1年後、やっぱな。
ジェラール様のご活躍で国内の混乱も静まりました。レオン様、ビクトール様が亡くなられてから1年が経ちました。そろそろ行動を起こしても差し支えないかと思います。うむ、そうだな。父上の理想を実現するにはいつまでもアバロンに落ち着いているわけにもいかない。では情報を聞かせてくれ。南バレンヌにはかつて帝国が築いたビクトール運河がございます。しかし現在そこには何者かが要塞を築き、運河の通行権を支配しております。今後近隣諸国と広く交易を行うにはまずはこれを解決しなければなりません。要塞の内情を探るべく偵察を送ろうとしているのですが、その守りは固くなかなか適任者が見つからない状況です。南方のルドン地方には貴重な宝石を産する鉱山がありました。現状は分かりませんが帝国の財政に寄与することは間違いありません。南バレンヌのビクトール運河にルドンの宝石鉱山か。世界にはクジンシーのような七英雄がまだ6体残っております。これらを野放しにすると帝国の脅威になりかねません。七英雄の脅威に対抗できるよう帝国の領土を広げつつ協力者を集め国力を増強してまいりましょう。よし、まずは南バレンヌへ進出だ。帝国領土が拡大し新たな力を、新たな力って何？おお、普通に力を得てる。アビリティ解放、キャラクターのクラスに応じて習得可能なアビリティが解放される。どういうこと？アビリティって。アビリティについて、アビリティを開いて確認しましょう。運河要塞に向かう。ちょっとアビリティを見てみたい。これか。クラスごとに習得可能なアビリティが設定されています。戦闘回数を重ねることでそれぞれがユニークなアビリティを習得します。全基礎能力プラス1、めちゃくちゃでかくない？戦闘に勝利する30、オートパリー、剣を装備しているときに 40% の確率で自動的にパリーを行う。めちゃくちゃよくねこれ。ウェイトパージ、防具の装備重量がゼロになり行動速度に影響しなくなり、このすげえな、なんかみんなすごいな。かく乱、状態異常を付与する確率が 1.5 倍。バトル後 BB 回復、すごい、これもすごくない？アビリティ全部強えな。これは皇帝だからか、全基礎能力なんかジェラールで覚えとかなきゃいけないのかなと思ったら、なんかそんな感じはしないな。皇帝って書いてあるから皇帝用のものはあって、あとはもうなんていうの、クラスごとで設定されてるっていう感じね。なるほど、 OK です。というところで、じゃあクジンシーを倒して北バレンヌ制圧しましたので、今回はここで終了して、次回南バレンヌへ進出していきたいと思います。玉座座れんな、これ多分座れるよね。まあそれはちょっと次回やっていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。